皆さんこんにちは、こんばんは、店長のさけちゃんです。さて今回はこちらの宝山の黒麹を飲んでいきますね。これですね、先日ライブにもちらっと登場させましたけど、比較的目にしやすい銘柄ですよね。僕の周りではコンビニでも売ってるような感じの焼酎になりますので、よく目にはするんですけど、おそらくですね、どっかの居酒屋かなんかで飲んだことはありますが、瓶を買うのは初めてですね。どんな感じかはちょっと気になっていたんですけど、ようやく重い腰を上げて購入してみました。ではレビュー行ってみたいと思います。まず海鮮地なんですが、芋らしい清々しい香りが漂います。ロックにすると香りは目立たなくなりますね。口に含むと滑らかな飲み口に、優しいんですがしっかりとくる甘み、軽い渋み、旨味、コク、香ばしさが少しだけあり、カラメルのような焦げた甘苦さにも感じます。余韻は若干苦味が強まります。強すぎもしないんですが、しっかりとした風味もあってバランスが良くて美味しいと思いますね。1対1の水割りにすると、口に含んだ時にまろやかでとろみを感じます。軽い甘みにほどほどの苦味、苦味を帯びた香ばしさが後味を引き締めます。これもですね、カラメルっぽい印象なんですけど、とても美味しいと思いますね。余韻には焼き芋の中身のような甘酸っぱい芋そのものの風味があります。焼酎4お湯6のお湯割りにすると、紅芋の焼酎っぽいいい香りがします。実際紅芋じゃないと思いますね。黄金千貫だと思いますけど、まるで紅芋かのような香りですね。口に含むとしっかりとした甘みに、旨味、米っぽい風味、コク、塩っぽい味、塩っぽい味というのは旨味が強くてこう感じているんじゃないかなと思います。後味から余韻にかけては辛みもそこそこはあります。とても密度の濃い感じと刺激の強さがあります。でこの46というのは僕にとってはちょっと濃すぎたかなと感じましたね。美味しいことは美味しいです。全体的な印象なんですが、これは黄金千貫らしいんですけど、あまりそう思えないほどしっかりとした甘みを感じまして、紅芋のようで洗練された感じも受けます。甘いのと同時に苦味とか香ばしさもありますので、引き締め感もあってとても美味しいですね。バランスがいい系統なので、飲み焼きしにくくて幅広く受け入れられやすいと思います。一方で芋そのものの風味を感じられるのはちょっと飲み方的にも限定的なのかなと、飲んでて本当に節々時々感じるかなという程度なのかなと思います。そんな感じで、これは美味しさが分かりやすいので、結構初心者の方とか、あと中級者みたいな方であっても満足できる焼酎なのじゃないかなと思います。ただですね、瓶もラベルもそっくりな宝山白麹というのがありまして、そちらに関してはもうちょっと苦味が立って甘みも感じにくくて、どちらかというとすっきりとした感じとかドライな感じの美味しさの焼酎になりますので、ちょっと気をつけて購入してくださいね。あくまでこちらは宝山黒麹の話になりますので、これ結構おすすめです。ロック、水割り、お湯割り、もしかするとソーダ割りなんかも美味しいかもしれないんですけど、いろんな飲み方に対応できるんじゃないかなと思います。では今回のレビューは以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。